中村哲夫は、近現代中国史学者、中国、加藤師範大学歴史系客座教授。神戸市生まれ。1967年神戸、大学文学部史学科東洋史専攻卒業。70年7月大阪大学大学院文学、研究科史学東洋史専攻博士課程中退。大阪大学文学部助手、富山大学教養部助教授を経て、 神戸学院大学教養部助教授、84年教授。94年、同盟の時代、中国同盟会の成立過程の研究で、大阪大学文学博士。96年、同人文学部、人間文化学研究科教授。2007年、学校法人、神戸学院を退職。日本村文研究会代表理事、社会経済史学会評議員を経歴。 東亜道文会は、三井財閥暮れ勤同財閥予孫中山高校、与中国同盟会的成立、重区域研究的観点間維新運動、中国銀貨経済を日本金本に制史論、孫中山与え吉国経済学孫、中山的足間間侵害革命時期的社会史、新資料中華書局民国金超銀落ち問題。 関与交互戦争時期河北農村社会資料席、その章、王女編交互戦争予近代中国は世界、交互戦争100周年国際学術討論会、文集人民出版社、北京四郎孫、中山的人生、孫中山予近代中国的相続体、この内閣発動、国民精神総動員運動的関係、両形調を与え、 近代の彫刻論魔号中山友国際は平論、関欧村中山民族主義的意思、中国近代国画的理論探索、女卑大鳥と、幼少う。ありがとうございます。